カトレアプラザ伊勢崎は神奈川県横浜市中区伊勢崎町一丁目の横浜松坂屋跡地に開業したショッピングセンター J フロントリテイリンググループのパルコが運営している横浜松坂屋に似せた R デコ町の外観とした他エレベーターのアナログ時計式回数表示器の設置やエスカレーター横の装飾再現など野沢屋から 横浜松坂屋として営業していた時代の建物の雰囲気の一部を再現した建物で2012年2月8日オープンした。施設名のカトレ屋は松坂屋のシンボルフラワーであるカトレ屋から名付けられた。店舗周辺 1km の少々店地元密着型のライフスタイルセンターを標榜し、横浜名物、シューマイ弁当で知られる、ハーバーズムーン。 滑ツ案などもともと、横浜松坂屋で営業していた店舗を中心に23店舗が、入った伊勢崎長者町駅近くの一等地に立地。なお、上島コーヒー店が1階57席で2011年12月23日に、先行オープンしていた。ゆずが、旧横浜松坂屋前で、 ストリートライブを行ったことで有名なため、店内で彼らのメッセージビデオが流され、写真展開祭も予定されている。ありがとうございます。